それでは、定刻になりましたので、記者会見を始めたいと思います。本日は、国際交流基金理事長の安藤博康様に、お越しいただいております。安藤さんはこの日本記者クラブに来られるのは2回目で、前回は、平成26年ですね、ちょうど5年前に、こちらにお見えになっておりまして、今回は2回目です。今回はですね、ちょうど2014年4月に、国際交流基金アジアセンターが設置されまして、そこで、さまざまな芸術文化交流事業を、アジアとされてきました。今回はその5年間の活動成果を、総括されるとともに、この夏に新たに開催される新たな文化事業ですね、響き合うアジア2019と、この内容についてもお話しいただける予定です。安藤さんの経歴を、簡単にご紹介いたします。昭和46年に東京大学を卒業されて、同年外務省に入省されて、その後、内閣総理大臣秘書官、あるいは、アメリカ大使館の公使、中東アフリカ局局長、ニューヨーク総領事、それから内閣下院防副長官補、そして中イタリア、大使、を務められて、平成23年10月より、現在の国際交流基金理事長に、を務められております。それでは安藤さんより冒頭30分弱ぐらいお話をいただいて、その後会場からご質問をお受けしたいと思います。私は本日司会を務めさせていただきます日本経済新聞の藤井です。よろしくお願いいたします。それでは安藤さん、よろしくお願いいたします。はい、藤井さん、ありがとうございます。今ご紹介ありましたように、私ちょうど5年前の2014年の3月にこちらにお伺いをしてですね、国際交流基金の中にその時点からすぐ直後に設置されるアジアセンターについてご説明をさせていただきました。で、本日はそれ以来ちょうど5年経っているものですから、その5年間の歩みをご紹介させていただいて、同時に今年はその5年間の成果を総括して披露する響き合うアジアという催しを数ヶ月にわたって実施したいと思っておりますので、そのことをお話しすると同時に、このアジアセンターが一応7年間の次元的な形で設置されたので、その後についてこれどうするかということについてですね、簡単に方向性みたいなものを ご説明させていただきたいと、この3部構成というか3つの部分でお話をさせていただきたいというふうに思っております。で、もちろん国際交流基金はアジアセンター以外にも地域的にも欧米や中南米や中近東とも交流をしておりますし、文化芸術以外にも日本語や知的交流も事業を実施しておりますので、もしご質問でですね、そういうお話がご質問があればお答えをしたいと思っております。特に今ちょっと控え室でお話してたんですけど、今ジャポニズム2018というですね、フランスで実施中の大きな日本紹介行事がございますので、これも私ども担当しておりますので、もしご関心があればそういう話にもお答えできるかなというふうに思っております。それでは早速このパワポに基づきましてご説明を申し上げます。最初にですね、国際交流基金についてということですが、なかなか国際交流基金知名度が低くてですね、どういう組織というご質問が多いので、ちょっと簡単に概要をご説明したいと思います。国際交流基金は日本の国際文化交流を中核として担う機関として、外務省のもとに1972年に設立されました。そして、前政府的な組織改編の中で2003年に独立行政法人に移行をいたしました。現在、職員は国内と海外合わせて
900人弱でございます。で予算は200億円ちょっと今年でございますけれども、それから海外には24カ国に25カ所の拠点を持っております。ダブっておりますのはニューヨークとロサンゼルスにアメリカに2カ所の事務所があるからでございます。その次お願いします。で国際交流基金の活動領域は3つございまして、文化芸術の交流と海外における日本語教育、そして日本研究知的交流というこの3つの分野でございます。で、それでは今日の話題であるアジアセンターについてちょっとご説明をいたしますけれども、アジアセンターはですね、そもそも2013年にですね、東京で日 ASEAN の特別首脳会議というのがございまして、安倍総理が主催をされてですね、各国の ASEAN の各国の首脳をお招きして迎賓館で会議をやりましたけれども、この時に安倍総理の方からアジアと共に生きる日本と、そしてアジアと日本が隣人としての共感や共生を育む、そういう事業をやっていきたいと、双方向で交流をしたいということを提唱されてですね、合意ができまして、その4ヶ月後の新年度になりました2014年の4月にアジアセンターを設置して文化の輪プロジェクトというものを発足したわけでございます。この写真は発足式の時の写真でございます。次お願いします。で、この文化のそれでは輪プロジェクトというアジアセンターが実施してきたプロジェクトはどういうものかといいますと、2014年の4月からでございますが、2020年のオリンピック・パラリンピックまでの7年間で総額300億円規模の事業を実施すると。そしてその特色は、中国や韓国もいろいろな交流事業を ASEAN との間で行っておりますけれども、我々日本としてはやはり日本と ASEAN が対等の立場に立つと、そして単に日本文化や言語を一方的に紹介するだけではなくて、アジアの文化も日本に紹介していく、そしてそれぞれの国のアイデンティティを尊重し、そういう非常に極めて多様性に富む東南アジアとの間で調和と融合を達成していきたいと、こういう理念のもとに発足をいたしまして、事業の柱としては2つございます。一つは日本語の東南アジア地域における日本語の学習に対して日本として支援をしましょうと、具体的には後でご紹介しますが、ボランティアを現地に派遣するという事業でございます。もう一つは芸術文化面で双方向の交流事業を実施していこうというものでございます。ここでですね、ちょっと具体的なご説明に入る前に非常に短いビデオをご紹介して、この2つの事業をご紹介したいと思いますので、ちょっとご覧いただければと思います。3分弱でございます。総人口6億4000万人を超え、今後ますます発展していく東南アジア。東南アジア各国から訪日する旅行者やビジネスマン、留学生は過去5年で倍以上に増えています。心と心の触れ合う交流を通じ、日本と東南アジアは大切なパートナーとしての関係を年々深めています。2014年に活動を始めた国際交流基金アジアセンターは、日本語学習支援と芸術文化2つの双方向交流事業を柱に、日本と東南アジア各国を中心とした様々な人々と協力し、多様性を尊重しながら絆を強めてきました。現地の学校で日本語授業のアシスタントや文化紹介を担う人材を派遣する日本語パートナーズ事業では、100万人を超える生徒や地域の人々に日本の魅力を伝えてきました。日本についてもっと知りたい、日本の文化についてもっと学びたいというその気持ちの学生がたくさんいて、反応が間近に見れるので一瞬一瞬がすごく充実してるなと感じます。先生、私は日本語の先生になりたいって、私は日本で勉強したいって、日本で仕事したい生徒がよく私に言いました。それは本当に嬉しいです。Dalam mempelajari bahasa Jepang, saya ingin sekali pergi ke Jepang dalam mengikuti pertukaran pelajar
supaya saya juga menambah pengalaman bagaimana bisa belajar di sana. Once na nagkatrabaho ko, pwede ko po siyang magamit sa aking mga coworkers pag nakikipag-usap, lalo na kung Japanese sila. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าอยากนำภาษาญี่ปุ่นมาเผยแพร่ที่โรงเรียนของเราค่ะ双方向で行ってきた芸術文化交流事業では、さまざまな分野にわたり1500を超えるプロジェクトを実施、360万人以上が参加してきました。国際交流基金アジアセンターは、音楽、演劇、ダンス、美術、映画、スポーツ、市民交流、知的交流、そして日本語教育を通じて人と人とのつながりを生み出し、日本の明日を、世界の未来を豊かにします。ありがとうございました。それではパワーポイントに戻らせていただきますけれども、今のこの日本柱のまず日本語の学習支援事業について、今ビデオにもありましたけれども、ちょっとご説明をしたいと思います。私ども2014年に発足してからですね、2020年までにこの ASEAN 地域に3000人のこういうパートナーズ、ボランティアを派遣しようという計画でございまして、14年からまあ徐々にその人数を増やしてまいりまして、今2400人、まあ、19年度が終わればの話ですけれども、2400人まで達成をめどがついております。従いまして、3000人という目標は2020年までに達成できるというふうに思っております。インドネシアが、まあ圧倒的に多いんでございますが、これは学習人口もインドネシアが一番多いと、それに続いてタイやベトナムが来るということでございます。それからその結果としてですね、まあ2つございまして、成果としては、派遣した派遣先がこれをどう見ているかということと、派遣をしたボランティアの方々がどう感じたかという2つがございますけれども、派遣先につきましてはいずれもですね、調査をいたしますと、まあ、99.2%の派遣先機関が高評価をしているという、大変高い評価をいただいております。その下にございますけど、学習意欲が向上したとか、事業に貢献をしてくれたとか、日本への理解度が高まったとか、これ非常に高い数字をいただいておりまして、すでに100万人に利益をしていると。で、下に書いてございますが、学生が日本人と話す環境が整備されたとかですね、日本語を話す自信を与えてくれたとか、日本語の授業がとても楽しくなったとか、いろんな感想をいただいております。次お願いします。で、その結果として日本語の学習者が増えたとか、日本語の授業集が増えたとか、日本語の教師の数が増加したと言ってくださる機関がですね、この右側にあるように相当増加しているということでございます。で、他方、それでですね、まあ、その結果として、かどうかっていうのは、証明はできないんですけれども、日本語の能力試験というのを私ども国際交流基金が各国で定期的に実施しておりまして、その受験者数がですね、この2014年の10万人からですね、2018年には20万人ということで倍になっていると。この ASEAN10 カ国のですね、応募者数が、まあ、したがって私どものアジアセンターのこのボランティアが全てではないかもしれないけれども、数字として、厳然としてこういう数字が出ているということでございます。それから、その次に派遣されたパートナーズ、まさにボランティアの人たちがですね、大変良かったと、自分たちにとって人生最良の時期であったということで、若者やシニアな方々も自分たちの人生経験になったということを言ってくださってます。で、現実にいらっしゃった方がお帰りになってから、日本にいる技能実習生のサポートをしたり、また現地に戻って現地の学校で教えたりしている方が非常に増えております。次お願いします。いわばこの日本語パートナーズというのは逆ジェットでございまして、まあ、日本に英語の教師が日本の高校に来てですね、日本人の英語教師のサポートで
やってくださってます。それと同じ形でこの日本人が ASEAN に行くというのがこの日本語パートナーズでございまして、 ASEAN の高校に行きますとその日本語を教えている現地の先生が日本語をあんまり話せないんですね。私も何度か行きましたけれども片言としか話せない、つまり生きた日本語を使ってないので、こういうボランティアの方々が行ってくださるとやっぱり生の本当の日本語が聞けるということを感謝してくださっています。で、このパートナーズの方々は単に日本語を教えるだけではなくて、日本文化を教えたり、ちょっとまあその日本語の一緒にその AKB48 の歌を歌ったり盆踊りをやったり折り紙を教えたりということで簡単な日本文化も教えてくださっている、まあ、日本に対する親近感を増やすという意味で単にその言語の教育を超えてですね、日本ファンを増やす要因になっているというふうに思います。それからもう一つの柱であります芸術文化の双方向の交流事業につきましては、2つの成果があると思いますけれども、いろいろなあの分野の交流を通じてですね、アジアの中の新しい価値文化活動を創造してきたということ、それからもう一つは人と人とのつながりの連結性、これをですね、東南アジアから日本に向けて、日本から東南アジアに向けて、あるいはアジア域内でのネットワークの強化という意味で、非常にこう人的な交流の活発化ということにも役立ったというふうに思っております。で、その結果ですね、これもやはり多くの方々が事業を高く評価してくださってまして、日本理解が深まったということを回答してくださっている方がおります。ここにも数字的にいくつかの事業について相当数の方々を動員して、アジアの方々に日本を知っていただいたということはあるということでございます。で、もう少し具体的にですね、じゃあどういう事業をやったのかということについてお話しいたしますと、例えば左上はサンシャワー展といいまして、これ六本木 あの森美術館と新美術国立新美術館と共同で、やったんですけれども、サンシャワー展といいまして東南アジアの現代の美術展をやりました。これは動員数35万人が来てくださって、この年でも割と評判になった美術展でございました。それから右上はASEAN の各国に日本のオーケストラの指導者を派遣して現地の技能のアップにつなげていただいたと、日本オーケストラ協会とタイアップをしてこういう事業をやりました。真ん中はライオンのテラスという宮本亞門さんが演出をしてカンボジアと共同制作をいたしまして、カンボジアにはアプサラというですね、機構があって、カンボジアの伝統的な武道が大変国民の間でも人気があるわけでございますが、そのダンスをこの取り入れてですね、日本と一緒に制作をいたしました。それから左下は東京国際映画祭でもいろいろな連携をしておりまして、東南アジアの映画の特集上映を毎年やっております。例えばタイ映画の特集であるとかインドネシア映画の特集だとか、いろんなのを毎年やっておりますし、また、東南アジアの映画人を招いて映画人同士の交流をしている、あるいはこの左にあります写真は共同制作をですね、2回にわたって日本の作品を作り上げました。右下にちらっと出てますが、これはお亡くなりになった津川雅彦さんがマレーシアとやった合作でございます。それから右下の方はにはアジア各国でいろんな日本の映画祭をしてですね、交流もしておると。次お願いします。この他にもたくさんあるわけでございますが、ちょっとご紹介したわけでございます。それから知的交流につきましては、左上はアジアの価値観と民主主義ということでシンポジウム、これ毎年やっておりますけれども、インド等の方々も招きして行う、総理もちょっとご出席になりましたけれども、それから右側はアジアユーロポリシーダイアログということで、日本と ASEAN だけではなくてここに欧州各国の方にも入っていただいて3カ国でいろんなテーマで議論をする。それから右下は日本と ASEAN のメディアの方々がインドネシアに集結していろいろ議論するということ、それから左下はイノベーティブシティフォーラムといいまして、特に東京を中心とした都市の文化と ASEAN の各国の文化、
これを芸術を通じてライフスタイルの未来像について話し合うというようなこともこれ毎年やっております。それから、もう少し別の分野では例えばサッカーをですね、J リーグと日本サッカー協会とタイアップをいたしまして、アジアの若いサッカー選手の教育に日本が貢献する。右側も今度は柔道の分野で同じようなことをやっておりまして、講道館にお世話になってですね、館長にも ASEAN に行っていただいたりしまして、ASEAN の柔道のレベルアップにつなげているということもやっております。それから防災、左下は防災関係でアジアの若手と日本が共に、考えると。日本は防災、災害ありますし、東南アジアも災害多いので共通の問題意識があるわけでございます。それから右下は、アジアのいろいろな文化芸術の関係者を日本に招いて視察をしていただいたりシンポジウムをしたりということをやっております。次お願いします。以上がこの5年間のお事業ということでざっとご説明をいたしましたけれども、こういう5年間の活動を総括して、この本年2019年は、そういう総括した事業というものをこれから数ヶ月間にわたって実施したいというふうに思っております。で、ここにございますが、左がロゴを一応作りましたが、これは多様な ASEAN の文化、そして日本の文化が混じり合って響き合い、一つの輪になって力強いエネルギーを生み出していくと、そういうことを象徴するようなロゴを作りました。で、日本では東京を中心にして6月7月にさまざまな活動を集中実施いたします。後でちょっと簡単にご紹介いたします。海外では3都市で同じようなことを実施したいというふうに思っております。最初に、日本の国内で実施する事業でございますけれども、まず東南アジアの、さっき申し上げました日本東南アジアのオーケストラのさまざまな奏者たちを日本のオーケストラ連盟が派遣した指導者にいろいろ指導していただいたわけですが、それの総括としてですね、この ASEAN の方々を集めて、奏者を集めて日本でコンサートを実施したいと、7月に東京芸術劇場で行います。ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、この辺の方々に集まっていただきます。それからこれはフィーバールームというんですけれども、タイの世界的に非常に有名な映画監督のアピチャッポンウィーラー セタ君さんという方がいらっしゃって、この方が初めて舞台作品を作ります。2017年にですね、横浜で行っております国際舞台芸術祭、これは国際交流金がやはりアジアセンターの事業として実施しておりますが、ここで上演されて大変好評だったものをですね、もう一回7月に芸術劇場でお見せしたいと。それからもう一つ舞台ではですね、プラターナーという、これは岡田俊樹さんという若手で大変海外でも人気のある演出家がおりますが、タイの文壇が注目しているウティット・ヘーマムーンさんという現代文学の作家でございますが、この方の小説を岡田さんが舞台化して、これを同じように6月から7月にかけて東京芸術劇場で上演をいたします。これはタイの歴史や政治の変遷を舞台にしたものでございまして、俳優はタイ人を使うと、演出家が岡田さんということでございます。からこのダンスダンスアジアというのは、若者に大変人気のあるストリートダンスでございますけれども、これを日本と ASEAN で共同制作して何回か公演を行っておりますけれども、すでに2014年のアジアセンター発足以来、東南アジアの8カ国で公演をしてまいりました。ワークショップ等もしてですね、作品の完成度を高めてきたわけですけれども、その公演を7月に芸術劇場で行いたいと。
それから映画はですね、東南アジアの巨匠監督の作品を何本か有楽町のスバラザで上映させていただくことが決まっております。映画につきましては、先ほど申し上げましたように、東京国際映画祭の中でクロスカットアジアという部門がございまして、アジアの映画をずっと14年以来ご紹介してきましたけれども、それの集大成みたいな形でこの東南アジア映画祭をやりたいと。それからもう一つ映画はですね、インドネシアの巨匠のガリン・ヌグロホさんという方がいらっしゃいますが、この方の作品、現代のサイレント映画なんですけれども、これを 3D の音響をつけてお見せしたい。これも有楽町の朝日ホールでございます。それからサッカーは、先ほど同じようにASEAN の若手を教育する事業を行ってきたと申し上げましたが、その一つの成果としてですね、U18 の東南アジアの若手の選抜チームと、U18 の東北の選抜の日本チームと、この親善試合をですね、福島の J ビレッジで6月に開催をして、東北復興支援を視野に入れて実施したいというふうに思っております。ちなみにこのゲームのテーマソングには、リトルグリーモンスターというですね、若者に大変人気のあるですね、この歌をテーマソングにさせていただきたいというふうに思っています。これは日本サッカー協会と J リーグとも協力して行うものでございます。から先ほど来ご説明している日本語のパートナーズにつきましては、非常に幅広い活動を行ってきておりますので、その活動の成果と今後の可能性について議論をするシンポジウムを日経ホールで6月に開催をいたします。それからその同じ7月にですね、災害と環境問題をテーマとしたアジアの取り組みを展示にしたものを芸術劇場でですね、お見せしたいというふうに思っております。それから今以上が日本国内での実施事業でございますが、あと海外でもですね、ジャカルタでは5月下旬にさっき申し上げた日本で行うパートナーズについてのシンポジウム、これとは別のものになりますけれども、パートナーズについてのシンポジウムを実施したいというふうに思っております。で、防災のデザインについての展示も行うと。7月下旬はですね、ASEAN ジャパンデーというのをベトナムでやることになっておりまして、これは日 ASEAN の外相会議で合意をしていただきまして、具体的にはその音楽コンサートであるとか、サッカーの交流事業のさっき福島の J ビレッジでやるのとは別の形でございますけれども、サッカーの国際親善試合をやりたい、それから日 ASEAN の映画の特殊上映もやりたいというふうに思っております。最後に、今年は日 ASEAN 首脳会合がバンコックで秋に開催されますので、その機会にここにございますようなダンスダンスアジア、さっきご紹介しましたけれども、こういうもの他のですね、何か文化芸術活動もですね、開催して見ていただきたいというふうに思っているわけでございます。以上が響き合うアジアという今年春先以降に実施する事業でございます。これはもちろんアジアセンターの事業、これで全てではありません。もうその他にもたくさんいろんな事業を、1年間にわたって実施していくんですけれども、その中で特に代表的なものということでですね、総括事業みたいな形で行うのは以上のものだということでございます。ちょうど約束の30分になりそうなもんですから、ここで区切ってもいいんですけれども、あと2分だけいただいて、しからばこの5年間2014年以降ですね、アジアセンターがいろいろな活動を行ってきた、日本語そして芸術文化、この2つの分野で行ってきた事業、これを総括すればこういうことになりますが、それしかしこのアジアセンターの事業というのが2020年で一応次元的に終了するということになっております。で、ASEAN の側からもですね、これで本当に終わっちゃうんだろうか、もう少し続けてほしいという声は非常に私どものところに強く届いております。から日本の国内でさっき申し上げたように、いろんなパートナーと一緒に事業して
まいりましたが、その方々もぜひこれ続けてほしいという声が非常に強いので、私たちとしてはぜひこれを継続させていただきたいと思っておりますし、したいというだけではなくて、私は必要性も非常に高いというふうに思っております。したがって、この2020年以降のアジアセンターの継続をどうしたらいいのかということについて、私どもいろんな方々のご意見も聞きながら今検討をしているところでございます。でそもそもこのアジアセンターの第一フェーズにおきましては、私どもが考えましたコンセプトというか理念はですね、この ASEAN の地域が世界の経済成長のセンターとして大変有力な国であると、国々であると、そして日本との結びつきも経済的にも非常に強いと、例えば人口はですね、今世界人口の 53% がこの地域にいるわけでございますし、GDP も世界 GDP の今3割ぐらいがこの地域にあると、そして観光客もですね、この地域から東アジアと東南アジアを合わせますと、日本に来る観光客の大体 84% がこの地域から来ていると、まあ、こういう非常に強い経済的な結びつきがある。しかしこれは経済だけの結びつきでいいんだろうか、そういうベースにある文化的な結びつき、こういうものももっとバランスを取ってやっていかなくてはいけないんではないかなというのが第一期におけるアジアセンターの理念でございましたけれども、そういう理念は引き続き有効でございます。しかも外務省もですね、外交上は自由で開かれたインド太平洋構想ということで、インド地域から太平洋に向けて非常に幅広い連携の可能性、交流の強化ということを外交政策の柱として強調しておられますので、そういう考え方もこのアジアセンターの存続の力、追い風になるのではないかなというふうに思っております。からもう一つ目下の話題としてですね、大変このアジアセンターにとって大変重要なテーマは外国人材の受け入れ拡大ということでございます。これから今年の4月以降ですね、外国人材をもっともっと日本に入れていこうという流れになってきておりまして、現実に閣議決定もされて今その方向に向けていろんな政策が動き始めております。私ども国際交流基金も今度新たに入ってくる労働力のためにですね、そのベースになる日本語の試験を外国で実施するということになっておりまして、政府からのご指示をいただいてですね、予算もいただいて、この4月以降この試験を実施していくことになっております。でそれにつけてもですね、私ども日本が単に労働力として外国の方々を利用するだけではなくて、これはやはり一緒に共同して協力して日本の経済活動に従事するという、そういうことが望ましいんではないかなと。つまり日本の国柄であるとか日本人の国民性であるとか、そういうものをしっかりと理解していただいて、その上で日本に入ってきていただいて、一緒に経済活動を行うと、こういうことが必要なんではないかなと。そしてまた入って来られた後もですね、専門用語を使いますと多文化共生ということでございますけれども、日本の方々と外国籍の方々がお互いに違う文化をシェアしながらですね、一つの生活を成り立たせていくという、そういう多文化共生をしっかり支えるというのもやはり文化の力でございます。ということで国際交流基金もこの外国人材の受け入れ拡大という観点、そういうコンテキストの中でアジアセンターの活動をこれからさらに考えていく必要があるだろうというふうに思っております。今回の外国人材の受け入れは9カ国ということになっておりますけど、これすべてもちろんアジアでございます。ということで私ども国際交流基金、アジアセンターもこれからこの外国人材の受け入れ拡大に向けて、このアジアセンターの活動を2020年以後継続する観点で考えていきたいということで、今内部でいろいろ議論しておりますので、今日も皆様方から何かご意見がいただければ幸いだというふうに思っております。ちょっと数分超過しましたけど、はい、ということで一応30分のメドレーでお話をさせていただきました。ありがとうございました。安藤さんどうもありがとうございました。アジアセンターの5年間の活動とともに今後未来について、お話をいただきました。特に最後の
外国人材の受け入れと、まあ、それに関する事業のところは非常に強いメッセージをいただいたと思います。それでこれから質疑応答の時間に入りたいと思いますが、まずは私の方から一つ、特に最後の外国人材、特に外国人の単に労働力として受け入れるのではなくて、まあ、多文化共生と、まあ、そこにいろんな日本の文化及び、まあ、そういう交流も含めたものをが必要だというお話だったんですが、実際特に日本語をですね、これからその来ていただいた方にもどうやって日本語を身につけていただくのかっていうのは非常に重要な課題なんですが、すでにこういう日本語パートナーということで海外でやられてて、実際この外国人材受け入れと今やられているこのパートナーの活動っていうのは今後どういった形でリンクしていくのか、もう少しそのあたりを、はい、お聞かせいただければと思います。今藤井さんからご指摘があったように、外国人材との関係では日本語というのは非常に重要でございます。それで日本語といった場合に、さっき申し上げたように、すでに日本語の試験をですね、外国で、実施するのを国際交流機関が担当するということになっておりますけれども、これはこれでもう既成の事実なんですけれども、と同時にですね、やはりその試験だけをやるわけではなくて、試験を受ける方はその前提として日本語教育を受けてなくてはいけないわけで、アジア各国における日本語教育の基盤というのはまだまだ脆弱なんでございますね。日本語の先生も不足しておりますし、教材も不足しておりますし、教授法も不足しておりますし、そういうものをですね、試験の前の段階の日本語教育をしっかりやっていかなくてはいけない。これは私どもに与えられた課題でございます。そして、パートナーズとの関係で言いますと、パートナーズは今派遣先国は高校なんでございますね。さっきのビデオにありましたけど、いつか日本に留学したいとか日本に来たいという方が非常にたくさんおります。ですから外国人材でこれから来る方々の、なんていうか、将来の候補生なんですね、このたくさんの方々がですね。だからこれがそういう形でその外国人材の、まあ、拡大につながっていくだろうというふうに思っております。はい、ありがとうございました。それでは、会場の、皆さんから、質問をお受けしたいと思います。質問されたい方は挙手をいただいて、お名前と、可能であれば組織名を、いただいて、簡潔にご質問いただければと思います。それではお願いします。本日は大変興味深いお話ありがとうございます。読売新聞の林と申します。理事長の方から先ほど中国各国もこういうことをやっているけれども、日本は双方向でというお話が冒頭にありましたけれども、中国韓国のこういった交流事業についてどのような印象をお持ちなのかということを理事長感じていらっしゃる範囲でお話をいただければというふうに思います。ひたひたとこう来ている感じなのか、ものすごくソフトパワーを発揮しているのか、そのあたりを知りたいと思います。それともう一点、これから2020年以降の事業についてのですね、日本の政府財務当局とか、あるいは政府内 その一般的なその必要に対する理解というものが、国際交流基金にから見て今どの程度あるのか、どういう点を訴求していかなければならないというふうにお考えでいらっしゃるのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。大変重要な2つのご質問になっています。確か林さんの前回の時にも中国韓国についてのお話ご質問になったんじゃないかなというような印象があるんですけれども、私ども今東南アジア地域でこのいろんな文化活動をやってるわけでございますが、中国と韓国についてはそもそもこの国際交流基金のこのアジアセンターが発足した2014年の段階で、孔子学院が東南アジアに非常に進出しておってですね、言語教育に力を入れておったんですね。で派遣している教師の数も何千人といてですね、他方で日本は本当にもう数えるほどしかいない。つまり日本語を教えている教師で国際交流基金がお願いしている先生が100人ぐらいしかいないんですね。そういう時に孔子学院はものすごいたくさんの方々を、まあ、東南アジアに派遣して
中国語の普及に、まあ、邁進してたということがありまして、まあ、どうしてもそれはやっぱりまずいだろうというのが意図としてあったわけでございます。しかしその専門家の数がですね、日本から行く専門家の数が少ないと、そういう専門家はそもそもいないということなので、ボランティアということで学生さんと60歳以上でもうすでに企業で、辞められて第二の人生で何かしたいと思っておられるボランティアの方々を募集して、それで ASEAN の各国に、まあ、今3000人を目標にしておりますけれども送り込んで、そして日本語教育を、まあ、その盛んにしようということだったわけでございますね。ですから、まあ、中国とは違う形でその我々このパートナーズを派遣したと、これ大変成功したというふうに私は思っております。それがまあ中国との関係ですね。まあ、中国が今何千人ぐらい派遣してどういう活動をしているのかということについては、まあ、正確な数字は中国が発表しないものですからわからないんですけれども、ただ現地で聞いておりますと、私どものこの日本語パートナーズの活動というのは、ただその現地に行って土足で上がって中国勉強しろっていうんではなくて、やっぱり一緒になって文化をシェアして、さっきの図にもありましたけれども、一緒にやっていくっていう意味で、そのやり方が非常に日本的だということで、お互いの魂の触れ合いが感じられるということで評判が良かったということでございます。それから韓国につきましては、その2014年にここでご説明した当時は、そのコンテンツ産業がすごかったんですね。つまり K-POP であるとかですね、まあ、音楽やドラマや映画、こういうものがその東南アジア地域を席巻していたわけでございます。で、その当時の例えばその日本の例えばですね、地上のテレビ番組の輸出額の総意で言いますと、2010年で比べますと韓国が165億円に対して日本はわずか63億円ということでですね、テレビドラマなんかもあまりその進出していなかったんですね。ですから、まあ、これテレビだけではないんですけれども、文化全般でですね、日本もさっき申し上げたような文化芸術活動を通じて ASEAN との絆をもっと深めるということをやったということでございまして、もちろんK-POP をはじめとする韓国の文化芸術の勢いは、それは全然衰えたとは言えないと思いますけれども、日本もそれなりに努力をして、日本なりの、まあ、芸術文化活動を通じてこのASEAN の方々の共感を得ることができたんではないかなというふうに思っております。で、日本のいいところは、まあ、韓国の場合には主に映像が強いんですけど、日本は先ほどご紹介したように、映像だけではなくて美術や演劇や音楽やスポーツや、まあ、いろんなものがあるということ、あるいはそのクールジャパン的な和食もありますしですね、非常に幅が広いということは言えるんではないかなというふうに思っております。はい、他に質問は、はい、じゃあそちらします。こんにちは、シンガポールのチャンネルニュースエージャーというテレビ国際放送を担当してます石田道夫と申します。一つスポーツについて伺いたいんですけれども、今度その J ヴィレッジで、サッカーの交流試合を行うということ、これは初めてのことですか？それが一つと、あとこれまで柔道の交流もある、これまでのその他のスポーツの交流についても教えていただければと思います。特に、まあ、2020年オリンピックがありますから、それに向けての交流っていうのは大切になってくるかなっていうふうに思います。で、もう一点、日本語教育についても伺いたいんですけれども、まあ、高校で教えていらっしゃるっていうことで、卒業された方で何名ぐらいが実際に来日されているのか、あるいは来日されて何か日本で働き始めた、そういった方いらっしゃるのか教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。サッカーの J ヴィレッジとのこの国際親善試合ですね、これは初めてでございます。今日本から指導者がたくさん行って、
現地で教えたわけでございまして、その時のまあ練習試合みたいなものはあったと思いますけれども、各国の ASEAN 各国の選手を選抜をして日本に連れてきて、日本も日本の若者を選抜してこの両者の試合をやると、国際親善試合を大規模にやるというのは今回初めてでございます。さっき申し上げたようにその後ですね、これをそのベトナムに持ってって、ベトナムでもちょっと違う形になりますけれども、選手の構成とかですね、それはぜひこういう国際親善試合を行いたいというふうに思っております。それから柔道がございますけれども、その他のですねスポーツはもともと国際交流金はあんまりそのスポーツっていうのは得意分野ではなくてですね、スポーツ部っていうのがあるわけではないんで、今回アジアセンターで初めてこういうスポーツの分野でこういうことをさせていただきましたけれども、主にやはり今のところ柔道とサッカーが主な分野でございますが、将来的にですね、またアジアセンターが存続すれば他のスポーツについても実施をしていきたいというふうに思っております。例えば野球なんかも本当はあるんですね。野球も一時本当に小規模ですけれども、日本から野球の指導者を派遣したようなこともあります。王選手ともですね一度ちょっとそういうのをお話したことあるんですけれども、ちょっと将来的な課題になっております。それからパートナーズにつきましては、高校生でございますんでね、で勉強した後はまだこのお呼びしてないんですよ。で現地にとるなかなかそのまだ学生さんですから、これから大学に行くとかあるいは就職するとかがあるんで、その勉強したパートナーズの勉強したそのアジアの高校生の皆さんを日本に連れてくるというプログラムはまだ作っておりません。他方でそのパートナーズと一緒にその教えていただいた現地の先生ですね、カウンターパートと私ども呼んでおりますけれども、現地例えばインドネシア人の先生、これがチーフで教えるわけですね。それでサブで日本語のパートナーが入るんですけれども、この先生方を日本にお呼びすることは時々やっております。で教授法についてこういうふうに教えた方がいいよとかですね、こういう教材を使った方がいいよとかですね、それは日本語センターというところが浦和にございますけれども、そこで、短期的な研修をやってですね、帰っていただいてさらに一層その教育をやっていただくというようなことをやっておりますが、ただ私どももしこの次のフェーズがあるんであれば、この現地の先生をもっとたくさん連れてきたいと。今まだそんなに大量には行く方は3000人パートナーズがいるんですけれども、その先生は3000人も連れてきてませんので、この先生方をもっと連れてきたいなというふうに思っております。それから今ご質問がありましたパートナーズもですね、実は本当は学んだ方が日本に来られるといいんですね。それで、去年は日本とインドネシアの60周年になりました。国交回復の60周年になりまして、これはいい機会だねっていうんで、自民党の二階先生がですね、二階幹事長が現地に行かれましたときに、インドネシアに行かれましたときに、この機会にぜひですね、パートナーズを日本に呼んだらいいじゃないかということを言ってくださって、実は60周年だから60人ということで、60人の生徒さん、パートナーズが教えた生徒さんを日本に連れてきて、それで日本の各地を回っていただいて、いろんなその技能実習みたいなこともちょっとやっていただいて、これ大成功でございました。ですから、この次の私ども計画がもしあるとすればですね、2020年以降にそういう形でパートナーズが教えた教え子たちも日本に連れてきて交流をしたらできたらいいなというふうに思っております。それからもう一つ、これもまた実現してないんですけども、人によっては例えばこれせっかくその東南アジアで勉強してくださったその高校生をですね、東京オリンピックの時にこの手伝っていただくボランティアとして来ていただいたらいいんじゃないかなっていうようなアイディアも、これはまだアイディアの段階ですけれども、いうようなこともございます。ですから、その確かに生徒さんに対するこの何ていうんですかね、配慮っていうか、そういうものは私はその双方向の交流をし、日本と東南アジアのそのお互いの相互理解を高める上ではとても大切だと思っております。はい、次に質問ある方挙手をいただければと思います。いかがでしょうか。じゃあ次さん。
テレビ朝日 OB 個人会員の鈴木でございます。理事長、今日はありがとうございました。日本語パートナーズ派遣、非常に成果を上げられているというふうに伺っております。一つお伺いしたいのは、日本語の試験をされているということですが、大体どういう試験で、どのレベルの試験をされているのか、実践的に、こうどこまで、日本に例えば来ていただいたり、まあ、現地でもいいですけれども、日本語で、まあ、勉強だけじゃなくて仕事もできるようなレベルまで行っているのかどうかという試験をされるのかどうか、それが私すぐ思いついたのは、やはりその東南アジアから介護の要因としてですね、いらっしゃるときに、やはり非常に日本語の問題が大きい、難しいということもあるというふうに伺っておりますので、例えばこれまでどういう、まあ、それに関連することをされたことがあるのかどうか、あるいは将来的にこういうことができるんじゃないかということがもしありましたら、お話しいただければと思います。パートナーズでございますが、さっきもすでにご説明したかもしれませんけれども、若者から、年配の高齢者の方々まで、いろんな方々が応募してこられます。今だいたい応募者の割合で言いますと、男女の比率で言いますと、おおよそ4が男性、6が女性でございまして、女性の方がやや多いんですね。それから年齢別で言いますと、だいたい20代の方々が 35% で、60代の方が 30% と、ほぼまあ拮抗をしております。で、この若者は学生でございますね。学生の方々は、日本の若者が海外に留学しないっていうような話がありますけど、案外ですね、本人は行きたいと思っている方が多いんですね。でも経済上の理由とかですね、学校の制限とかいろんなことがあってなかなか行けないと。しかしこれはですね、大手を振ってその公の目的で来られるし、まあ、経費も我々が全部、渡航費から生活費から全部見るんで問題ないということで、学生の方々が結構その応募してこられるんです。それからシニアな方々は、まあ一仕事を終えて定年になったけど、まだまだ60代若いよねと、働けるよねと、で自分の知識経験を生かして、なんか世間のお役に立ちたいと言ってですね、それでその商事会社の支店長をやってたような方とかですね、銀行の支店長とか、そういう方々も応募してこられるんですね。まあ、ということでやっておりますが、試験はですね、したがってこれもともと日本語教育の先生ではありませんから、そのどれほどそのなんですか、教育のノウハウを持ってるかっていうと、それはみんな素人なんです。素人でいいと思っております。それで、やる仕事も現地に行ってから、その現地の先生のアシスタントでございますから、まあ、生の日本語を教えられればいいんで、ただ学生たちがそれによって学習意欲が上がるとかですね、日本に対する親近感が増えればいいわけでございますので、したがって私どもが実施する試験はですね、日本語の試験能力が、教育能力がどの程度あるかとか、そういう問題よりも、むしろ本人がそういう情熱を持ってるかと、そういうことをやる情熱を持ってるかとかですね、それからバイタリティがあるかとか、柔軟性があるかとか、チャレンジ精神があるかとか、から自覚と責任を持ってるかとか、好奇心があるか、謙虚さを持ってるかとかですね、そういうことで主に面接、まあ、書類試験も、書類審査もいたしますけれども、主として、面接を行って、そういうものを選別して、でその上で、1ヶ月間、研修をいたします。そこで、まあ、ある程度教育の、日本語教育のこういう方法でやるとか、テキストをこういうふうに使えとか、あるいはコンピューターをこういうふうに使ってやりなさいとかいうことをあれして、しか合わせて現地の言語もですね、例えばインドネシアならインドネシア語をちょっと短期間研修をしていっていただくということでございますから、ちょっと長くなりましたけれども、選抜の方法はそういう専門性に着目するんではなくて、本人のやる気に着目して、そしてそれに応えて
行ってくださる方が大変その結果としていいことをやってくださっているということでございます。それから介護についての日本語の話ですけれども、私ども今直ちに介護の日本語を、介護の人材に対する日本語を直接的に今やっているということはありません。私どもの主たる、責任分担は海外での日本語を勉強する方でございますから、今度の外国人材の受け入れに伴って、例えば介護の分野であれば、私が承知しておりますのは、我々が国際交流機がベースになります、日本語の試験をやりますが、それに加えて、今度はやっぱり介護というのは特殊な専門用語がございますので、その使う日本語もですね、日常のコミュニケーションに必要なものに加えて、やっぱり特殊な専門語があるんで、これは別途その、試験もやりですね。で、そのための特別のあれっていうのは、担当の省庁がそれを実施するということだと思います。私どもが直接に介護の分野で何か日本語教育をやっているということは、そこまではまだございません。はい、それでは2列目の方。はい。日本経済新聞文化部の記者の郷原と申します。引き続き日本語教育のことについて、お伺いしたいと思います。確かにその日本語パートナー、この制度というのは非常にその効果があったということが今回分かりました。ただやはり日本語教育には同時にですね、やはり専門のやはり日本語を教えるというですね、専門知識を持ってやっぱり専門家を育てるということも同時にやはり必要なことだと思います。今まで安藤理事長のお話の中に少しずつ出てきましたけれども、例えば今後ですね、20年以降のメニューとしてですね、その現地の日本語の先生方をもっともっと例えば長期で日本に呼んでですね、研修を受けてもらうだとか、あとはもしくはその例えば日本語パートナーズとして現地東南アジアに行かれた方、経験者ですね、その方が例えば日本語教師になる、そういう道筋をつけるとかですね、そういった何かまとまった形での今後 その日本語教育専門家の養成、こういったものは何か視野に入っていらっしゃるのでしょうか。できるだけもし具体的なものがあればですね、ご説明いただけるとありがたいです。おっしゃる通りでございまして、パートナーズっていうのはある意味で、なんて言うんでしょうかね、ピンチヒッターというか、リリーフというかですね、いうのがあって、やっぱり制度はですね、本筋は日本語がきちっと教えられる方を大量に外国に派遣して、きちっと日本語を教えられればいいと思うんですね。それは私は本筋だと思います。ただそれはさっきもちょっと申し上げました、日本語の教育の専門家で海外に行けるような方々が非常に限られている、100人ちょっと、今全世界で国際交流基金が派遣したのが100人ちょっとぐらいでございますね。それを例えばアジアに全部持っていくっていうのはなかなか現実的ではないんで、そういう意味ではですね、パートナーズで今急場をしのいだっていうとちょっと言い方悪いんですけれども、やるってますけれども、長期的なに見ますと日本語の専門家をできるだけ育てて、それを全世界、アジアだけではなくて全世界に派遣していくというのが王道だと思います。で、それは国際交流基金ではなかなかできかねるっていうかですね、これはオールジャパンで文化庁あるいは文科省なんかも含めてですね、やっていかなくてはできない問題ではございます。ただ、さはさりながらこの外国人材の受け入れ拡大に伴って、やはりパートナーズに加えてですね、パートナーズももちろんやるんですけれども、加えて日本語教育の、本格的な日本語教育のいろんな形での支援というのはやらなくちゃいけないので、それをどういう形でやるかはこれから今検討中でございまして、いずれまたそれちゃんとできましたらお話をする機会は与えていただきたいと思いますが、そのための予算もいただいております。ですから単に試験の実施だけではなくて、今回いただいた予算の中にはそういう本格的な日本語教育のテコ入れのためのベースのですね、基盤強化みたいなものも入っておりますので、私どもは真剣に取り組んでいきたいと思っております。はい、もう少しお時間ありますが、いかがでしょうか。あ、どうぞ。共同通信の江藤と申します。2020年アジアセンターは2020年までのものということなんですが、
それ以降もまあ何らかのこう継続して活動していきたいという話なんですけども、具体的にどういう方向でやっていきたいと考えておられるか、あとその20年以降に今やっているその日本語パートナーズのようなものはですね、どういうふうな展開にしていきたいというふうにお考えか教えてください。2020年後ぜひ私ども存続をしたい、継続をしたいというふうに思っておりますが、そのプログラムをですねどういうふうにしていくのか今検討中でございます。でさっきもちょっと申し上げましたけれども、これまでの経験をよく消化して踏まえて、何が成功して何が成功しなかったと、もう一度洗い直しをした上でやっていきたいというふうに思っておりますけれども、パートナーズについてはいろんな方々が現地からもぜひこのまま継続してほしいという話が来ております。このままというよりもむしろ2020年以降はこの人数も拡大してほしいと、今人数が少ないということと、それから派遣国の数も増やしてほしいと、今 ASEAN だけなんでございますけれども、もう少しこの南アジアであるとかですね、いくつかの国ですね、例えば今度外国人材を派遣する9カ国はですね、 ASEAN 以外もございます、モンゴルとかですね、いくつか南アジアなんかもございますね、そういうところにも拡大してほしいという声はあります。したがってその日本パートナーズをどういう形でやっていくか、存続はぜひしたいけれども、その形態をですねどういうふうにしていくのか、さっきのその先生の招聘みたいなのもありましたし、そのバリエーションは少しその作っていきたいというふうに思っております。それから文化芸術の方もですね、今までのこの創造活動、それから人と人とのネットワークの強化みたいなものをどういうふうに組み合わせて、どういう分野をやっていったらいいか、これも今日あまり芸術文化の方はご質問出ませんでしたけれども、私ども一生懸命考えているということでございます。それからさっきどなたかの質問で私お答えするの忘れたんですけれども、これを存続するについては政府の理解が必要だろうと、日本政府がどの程度この分かってもらっているのかというご質問があって、ちょっと私お答えするの失念いたしましたけれども、私どももう養老にはですねそういうご説明をしていて、現地の声も吸い上げた上でその現地からもこういう要望があるし、我々もこう思ってるんで、2020年以降はぜひ継続したいというふうに思ってお願いはしております。それで少しずつですね、あそうかというふうにご理解はいただいておりますけれども、何せ今その非常に厳しい財政事情の下で、こういうものもですね予算が絡んでくるもんですから、どういうふうになるのか分かりません。それから何よりもその ASEAN の側がですねどういうふうにそのこれを考えるのか、ぜひ補足してほしいということで手を挙げてくるのか、その辺をいろんな幅広く日本の国民の皆さんの声、そして ASEAN の声、そして政府の考え方、そういうものを総合してですね、私どもは2020年以降のプランニングをしていきたいと思っています。でそれにつけても一番大切なのはやっぱり世論の盛り上がりで、こういうのもですね、私今日ご説明しましたけれども、日本国民の 99.99% の人は知らないんですよね。で、随分私どもも広報の努力はしたんですけれども、やっぱりねこういいことっていうのはあんまり報道していただけないもんですからね、ぜひそういう2021年以降の存続を確保するという意味では、ここにいらっしゃる皆さん方の応援というのはもう非常に不可欠でございますので、むしろ私はお願いをしたいというふうに思います。はい、もう一問ほどいかがでしょうか。あ、それじゃあどちらですか。ありがとうございます。雑誌機関人間会議を担当しておりますデスクの斉藤と申します。本日、日本語教育の方に主な質問ということだったんですが、文化芸術につきまして、昨今地域アートですとか、あるいは各地のビエンナーレ、トリエンナーレなどといった、地域にそういった文化資源を誘致した取り組みというものがございますけれども、本基金の方でそのより長期的な持続的な活動という意味での連携、マルチレベルな連携ですとか、そういった地域同士をつなぐ一つのハブとしての役割ですとか、そういった展開についての構想がありましたらお聞かせいただければと思います。はい、
国際コルキンがいろんな文化芸術活動を展開していく上で、これは国際コルキンだけでやるものではなくて、日本の国内の芸術文化団体、そして全日本全国のいろいろな自治体やグループとの連携というのは非常に大切だというふうに思っております。したがって私ども今日もですね、例えば東京国際野菜の久松さん、さっきいらっしゃったけれどもとかですね、いろいろ東京をはじめとするいろいろな地域の芸術文化活動をやっておられる方々とは連携をしております。で、例えば東京でもですね、森美術館と連携してさっき申し上げたような三者和展をやったりですね、あるいは都がに今鈴木忠さんが根拠地を構えて演芸活動をやっておりますけれども、ここと連携をして東南アジアの俳優さんたちを都がに連れてきて、都がで、演劇を共同制作していただくような事業をやったりとかですね、非常にその具体的な例を申し上げるともう枚挙にいとまがないんですけども、たくさん日本各地の美術や演劇や映画やそういう音楽も含めていろいろな団体と連携をしてやっております。それからもう一つ、これはアジアセンターではないんですけども、国際交流基金には地球市民賞というのがございます。これはつい最近3件の受賞者を発表させていただきましたけれども、これはむしろ東京以外の地域でですね、国際交流をしてですね、外国とネットワークを作っておられる、そういうその顕著な業績を上げた方を検証する事業もやっておりまして、例えばアフリカの国とですね、ジャンベという音楽を通じてこの交流をするという団体に対してこの検証をしたりという形で、地球市民賞というのは日本全国で活躍しているそういうその地球のネットワークを強化しておられる市民交流文化交流の方々に賞を差し上げたりしておりまして、そういう形でも日本全国とのネットワークはございます。映画祭なんかも東京国際映画祭だけではなくて、いろんな福岡であるとか、あるいは秋田であるとか、いろんなところとも連携をしてやっております。はい、少し時間を超過してしまいましたが、もう、よろしいですかね。それでは、今日の記者会見を、終わりにしたいと思います。それで恒例のですね、メッセージをいただいたんですが、今回は日本文化の力ということです。何かございますか？文化の中には当然言語も入りますんで、非常に文化のベースは言語なんですよね。言語がなければダメなんですということで、広く文化の力でございます。よろしくお願いいたします。ご支援をよろしくお願いします。はい、どうも安藤理事長、どうもありがとうございました。それでは恒例ですが、当クラブからの記念品のネクタイを、どうもありがとうございました。それでは、今日の会見を終わりにします。